はいどうも、チャーショコです。はい、やっぱりレザーはいいですねはい、もう一言目でもうこれを言いたいです。本当にやっぱね、レザーはいいです。本当にもうもうちょっとデニムもいいし、まあまあスカジャンもいいしっていう、ミリタリーもいいし、ワークもいいしって、もう言い出したらキリがないんですけど、でもやっぱり何が一番好きですかって言われたら、まあデニムと超迷いますけど、やっぱでもレザーかなーという感じですね。はい、レザーがいいですね。やっぱり好きですね。はい、もう今がっつり着れる時期なので、それこそ本当雨の予報じゃない限り基本毎日レザーですね。はい、さあ逆にちょっと最近デニムがちょっとおろそかになっている、着れない時があるのがちょっと寂しいかなと思いますけど、まあしょうがないですよね。そのあれなんですよね、デニムのインできるやつはインするんですけど、やっぱこうGジャンも着たいとか、デニムのあのシャツもウエスタンも着たいとか、カバーオールも着たいっていうと、さすがにもう上にレザーを着るわけでもうゴツゴツになっちゃうんで、もうほんと身動き取れなくなっちゃうんで、まあ、デニムだけで合わせるならありなんですけど、あとやっぱね、ちょっとデニムの洗ってないデニムで洗えないレザーの下とかに入れて、なんかその汚れとかねつくのもなーっていう、上が全然洗えるんだったらとか、デニム同士だったら全然気にならないんですけど、言うてもう 3,4 ヶ月洗ってないデニムをインして、その上にこの洗えないレザーが来ることをちょっと想像すると、なんかやっぱちょっと嫌なんですよね。うん、逆もしっかりで、このレザーフェイト上にデニム着るのももうちょっとサイズ的にもそれは無理だしっていうのもあって、ちょっとねデニムとレザーの相性がちょっと難しいなっていう感じなんですよね。まあ下はまだいいんですけど、 C っていうならもうちょっと下もまだあまりに濃い見洗いの、まあこれもそうですけど見洗いのやつとかだと、ここにねちょっとデニムの色がレザーにこう擦れてついて青くなっちゃうのはちょっとなんか避けたいは避けたいかなとは思うんですけど、まあまああんま気にしすぎてもあれなんで、そこら辺はまあちょっとギリ許容していってる感じなんですけどね。はい、で今日はですね、こちらの前置きは長くなりました。こちらの、あれですね、まあ、前置きというか、まあ本題っちゃ本題なんですけど、リアルマッコイズさんの、デッドウッドかな、デッドウッドですね。はい、でこれは結構今期の秋なりたてぐらい、まだいや秋というかもうまだ暑い時ですね。はい、もう、1週間ぐらい連チャンで来て、動画でも確かねその1週間来て、夏、で干したりもして、色の違い見てみたいな動画を上げたぐらいなんで、結構ね、今期の頭には来てたんですけど、ただ逆に言うとその後もうそれで結構連チャンで来たんで、他のレザーに行ったりデニムに行っちゃったりして、今結構涼しくなってきて、秋ガチ本番みたいな時に、まだ着れてないんですよね。リッチモンドもそうなんですけど、そうこれ着れてなくて、ただこれが持ってるレザーの中では、1,2 を争うサイズのちっちゃさなんですよね。そうな、ある意味ではリッチモンドよりも多分ちっちゃい、細いですよ。塊とかのきつさもうバッツバツですもんね。こうやるともう結構な伸び具合、もう切れたらごめんねって感じの、いやもう結構でも危ういかもっていうぐらい結構きついです。バツバツになるんですよね。はい、なので本当はちょっと今の時期よりもっと早い時期に、このまま T シャツロン T くらいで着れる時期のうちに着とかなきゃいけなかったのに、またしてもリッチモンと同じくついつい時期を逃してしまいましたなっていう感じで、ちょっと残念ではあるんですけど、まあただちょっとね、秋まあ夏の終わりにちょっと、連チャンで来てたんで、まあまあそこまで悔いはないし、まあ、他のも着たいんで、まあしょうがないかなって感じですけど、ただやっぱり着るとやっぱ改めていいレザージャケットだなってすげえ思いますね。これはこれですごくありだなと思いますね。うん、なんか、なんだろうな、ちょっとやっぱイメージはちょっと違うし、色合いもちょっと違うんですけど、結構好きな映画で、あの小田切丈さんの「揺れる」っていう映画、あれ映画としてもものすごいシリアスですげえいいし、めちゃくちゃストーリーも完璧な
いいんですけど、加賀照之さんとかの演技もいいし、すごいいいんですけど、そのそれとは別にファッション、小田切女さんやっぱかっこいいじゃないですか。身長も高いし、何着ても似合うし、おしゃれだし。で、小田切女さんが多分2、3種類ぐらい違うレザージャケット着るんですけど、全部同じようなちょっとテーラードっぽかったり、ちょっと縦長のあのこういう色の、テラードはね、一番最初に出てきた時に着てるやつで、それはもっと赤っぽいですよね。赤茶っぽいというか、結構赤に近い茶色のテラードなんですけど、あとでね、裁判のシーンとかはもうちょいこっち寄りの色で、茶色に近くてボタンダウンだったかな、ちょっとね形もね、70年代風な感じにはなっていて、テラードではちょっとないなかった気がしますね。そうとか着てて、あれ見ると本当にこれを着たくなります。こういうのを着たくなりますね。こっち系の色合いのやつを、はい、やっぱね映画とか見るとね着たくなりますね。まあ、同じようにねちょっとこれを見て、もうレザテロ的な感じなの動画なので、まあ、これを見て明日ちょっとこのブラウンのレザージャケットで行こうかなとか、まあ思ってもらえたらね、ちょっと俺的にも嬉しいな、本望だなと思いますね。はい、俺も明日これを、いやでもこれちょっともうパッツパッ着ていきます。明日これを俺も着ていきますんで、皆さんもぜひね、もうパツパツギリかなみたいな、もうちょっとこれ中あんまり厚手のやつ着れないんだよなみたいなやつを明日一緒に我慢して着ていきましょう寒さなんかもうクソくらいですよ本当に。着たい服をね着ていきましょうよ。なのでまあ極力薄手のあったかいね、ヒートテック的なものをちょっと挟んで、見たりとかねして、まあ、あと上にマフラーぐるぐる巻いたりとか、ちょっとストール巻いたりとか、ちょっとオーバーコートするなり、何かしらでね、ちょっと着ていきましょう。明日俺はこれを着ていきますよ。はい、いやー、でもほんとね、いい色になってきました。久しぶりに、なんですか、もう今もね、肩がね、もうこれちょっとうまく動かないんですけど、クローゼット、そう、クローゼットでね、久しぶりに触ったら、ちょっとね、オイルのなんかこう、ちょっと、しっとり感がちょっと出てたんで、タオルでね、ちょっとさっき、わーっと、ちょっとね、オイル、最後に塗ったのはいつも覚えてないんですけど、最後にちょっともしかしたら拭き取りが甘かったのかしれないですけど、ちょっとね、ぬめっとしたんで、それ全部取ってきましたね。そういうのを怠ると多分、暑い時期に突入するとそのままカビが生えていく感じになっちゃうと思うんで、ちょっとやっぱね、ちょこちょここう着なくてもレザーは一通りこう大丈夫かな大丈夫かなっていう、ちょっと目を光らしているといいですね。俺の友達からちょこちょこ LINE で報告が来るんですけど、結構ねその友達からレザーカビてたみたいなやつが結構立て続けに来てて、やっぱね見てないとね、レザーパンツカビてたとか久しぶりに出したレザーのバッグカビてたみたいな、ね、来て、まあちょっとカビるよねっていう、ちょっとやっぱレザーはねオイル塗ったり湿気が多い時期にとか、だから扇風機回したりとかもしてね、こうちょっと扇風機というか、まあサキュレーターとかですね、回したりとかしてねやるといいんじゃないかなと思いますが、はい、このねちょっと襟立てるの好きなんですけど、これはちょっとねさすがに襟がねでかすぎるんで、あんましこの襟を立てるには向いてないちょっとなんか、変ですね、さすがにこれ変なんで、こいつはねちょっとこう襟はさすがに、その代わりこうちょっと曲げて癖付けで こっちの感じで着ていこうかなとは思いますね。あんまねピンピンってただこうのぺっとした襟ってあんま好きじゃないんで、まあ、あんま人工的にもしたくないですけど、まあでもまあちょっと癖付けはしてた方が、ここバッツリ入ってるのにここだけピンってなってるとちょっとバランスが着込んでるのか着込んでないのかよくわかんないねみたいな感じになるんで、まあ本当はどっちも自然が一番なんですけど、まあまあ言うてでもこれも自然に着て、特にシワ付けしようと思ってこんなついてるわけじゃなくて、これも結構普通に結構タイトなんでどうしたってついちゃうみたいな感じでねついてるんですけど、まあ襟もねちょいちょいこう暇な時にこう癖付けしていくと、まあトータルでねいい同じぐらいの経年変化するんじゃないかなと思いますね。はい、ああそうだ、俺このねレザージャケットねすっげえ嬉しかったのが、ショコラさんが前にこれ着てるのを見て同じやつを、
探して買ってしまいましたってコメントくれた方がいて、めちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。もうね、本望でございます。本当にこんなね、本当俺のね、このやつを見てね、こう影響されてくれてされてくれてってなんかあるんですけど、まあでもね、ちょっと与えれてすごく嬉しいですね。はい、コメント見てすげーテンション上がっちゃいました。はい、というわけでね、ぜひ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 一緒に買われた方ね、持っておら、まあに限らずね、同じもの持ってる方、もしくは似たようなの持ってる方、全然違うけどレザー持ってる方、もうレザーですらないけど、あ、服いいよなって思ったから明日デニム、お気に入りのデニム着てきます、もう全然 OK なのでね、ぜひぜひ明日も自分が好きな服着てね、テンション上げて楽しく一日を過ごそうじゃありませんか。はい、というわけで無理くり締めましたが、こんな感じで今日は終わろうと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。またね。今日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。あとこれに関連動画出てますし、ここにあのチャンネル登録のボタンありますので、ここぜひ押してください。明日もね、好きな服着て楽しくやりましょう。またね。